サウジさんってどんぐらいいらっしゃったんですか、劇団新幹線。俺いたのは意外と10年ぐらい、辞めてから21年経つんですけど、だから大阪芸大出てそのまま古田さんとか潤さんに拉致監禁みたいな感じで引っ張っていかれて、気がついたらあのジャージ着て小道具作ってたっていうところが始まりで、そこらず10年ぐらいいて辞めて行ったんですけどね。新幹線ファンの人は嬉しいでしょうね。俺大ファンなんですよ。新幹線の開放誌とかも全部持ってて、そうなんですよ。そうそう、であのフルボックスも今持ってて、佐藤さんの全部持ってるから、うわーっと思って復活なんだっていうファン心が今すごい。いやでもあのもうちょっと早めに呼んでほしかったかな。21年俺やってた20代の頃だったから。でもね、モヒカンでね、うん、でもやっぱなんかみんなほら多分皆さんのお年頃の時には俺ガンガン言ってたところだったから、逆になんかすごいそれが僕のディスクワンで、今の自分たちのものを出し切って、その後はお客さんが「ヘイ頑張れよ」やだ高みのちょっとなんかあのでかい態度で見れるかなみたいなね、リラックスして。でもお互い見れるってことですもんね。そう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 、ディスクワン見てる時にやってる時には見に行けるし、そう不思議だし、なかなかない機会で面白いよね。でなんかでもあれですよね、見たいような見たらダメだよね。なんかやるとねえわね。ちょっと難しいところですよね。見たいですけどね。確かに。だからやり終わった後はね、へえ。そんなんなん。多分ねもうねボロボロだと思う。ボロボロにもうカスみたいになってるよね。そうだね。多分カスカスになってる俺ら見て、俺らは気をつけようと思ってるね。潤ったままね、いるよね。だからさ、終わった時にこの、渡していくのがもう待ち遠しいっていう気持ちもないよ。そこまではもう思いつきてやり尽くした後に、ほっとして渡せる時が早く来ればいいなって、私今から思っちゃう。あれ？僕は、あの、なんやろ、早くやりたい。終わるのはちょっとなんかね、今はなんか寂しいね。やるやったらもうなんかガンガンやり続けたいな。どっちかというとね、終わりたくないぐらい。だけどもうここでなんか俺ら夫婦の亀裂がある。ない男と女の違いやな、これ。未練がましい声だね。あ、そう、大丈夫、大丈夫。すごいなんか、夫婦漫才みたいな。